それでは中学生と保護者に伝えるソサエティ5.0と DX を始めます。ソサエティ5.0についてはこのようなスライドにあります内閣府さんが作られたもので説明されます。定義としてはこのフィジカルとサイバーの空間ですね、これを融合させた人間中心の社会を作りましょうということですが、これを少し詳しく見るとこのような図になります。なんか棒がいっぱい書いてありますが、長さを表現してみました。とこのソサエティ5.0、社会の5番目の社会だっていうことなんですね。で、1番目の社会っていうのは狩猟社会で、このチンパンジーから人類になったというのが6000万年前で、その棒グラフがこれです。で、これが、ソサエティ1.0の長さで、2の部分はどこぐらいかっていうと、これぐらいなんですよね。1年前に農耕社会が始まりました。で、このソサエティ2.0の農耕社会ですね、この田んぼを作って畑を作ってっていう。で、工業化時代になったのはこのさらに灰色の部分で、それを伸ばすと大体この200年ぐらいになります。だから西暦が始まったのがこれぐらいなんですよね。そこのうちの200年ぐらいを取り出すと、工業社会で、さらにそれがインターネットが使えるようになった社会っていうのは、できてきた頃、1960年代ぐらいからインターネットができてきて、Windows 95が生まれた頃が、ソサエティのこの4番目のほぼほぼ完成で、それからさらに YouTube であるとか、SNS だとか、スマートフォンとか出てきて、5番目の社会になっていますねっていうのが現状で、これの5番目の社会をいかによく作っていくかっていうのを、考えていくために、その新しい社会、新たな社会っていうのがこのソサエティ5.0っていう言葉で表現されています。で、元のに戻るんですが、サイバー空間っていうのがインターネットの空間で、なんていうんですかね、仮想空間とか言われることもあるんですが、最近はもうクラウドで仮想っていう言葉あまり使われなくなりましたね。インターネットの空間が仮想ではなくて、もう実際にいろんな経済が動いていたり、メールが飛び交っていたりして、情報空間って言った方がいいのかもしれません。そういう情報社会と、我々が、ソサエティ1.0の時代からずっと生きているフィジカルな空間、実際の社会、物理的な空間、これと掛け合わせて新しい社会を作ろうということで、今、Z 世代という言葉もあるんですが、そういう若者にですね、この新たな5.0を作っていける、そういうふうなイメージを持ってもらうために、このソサエティ5.0という言葉を使っています。で、今日のテーマのもう一つは DX です。デジタルトランスフォーメーション。デジタルの D とトランスフォーメーションの中のどこに X があるんだということになるんだと思うんですが、これ英語の意味ではクロス、交わるとか超えるとかいう意味のトランスフォームっていうのと、この横断するっていうクロスが英語圏ではほぼ近い言葉になるようで、このクロスを X と置き換えてデジタルトランスフォーメーションだと言ってるみたいです。で、これを2018年に経産省さんがキーワードとして取り上げました。で、この2008年にできた言葉かっていうとそうではなくて、これは2004年にスウェーデンの大学の先生が作っています。で、そこではいいこと言っていて、この IT が使われていくと、人々の世界があら、あの生活があらゆる面で良い方向に変わっていくよっていうのが DX です。だまさにこの先ほど説明したソサエティ5.0、これを使っていくっていう変化がデジタルトランスフォーメーションなんだよっていうふうな言葉になっています。で、日本ではそれを2018年に経済産業省さんが、この言葉はいい言葉だということで日本語に置き換えてですね、この DX をすることで会社だとか組織を変革していこうというふうなキーワードになりました。この今日説明しているソサエティ5.0と DX は別の言葉というよりかは、ソサエティ5.0を作っていくために必要な考え方がデジタルトランスフォーメーション DX ですよということになります。このキーワードを使って過去を振り返ると、日本人はですね、農耕社会の時代のソサエティ2.0の時には非常にいい文化を残していて、世界遺産としてもいろんなものが登録されています。
で、それからソサエティ 3.0 の工業時代もですね、エンジンを作ったりロボットを作ったり車産業というのは未だにこう世界の中でも競争力のある企業さんがいっぱいあります。で、残念ながらこのソサエティ 4.0 で活躍しているのはガーファとかガーファムと言われる皆さんもご存知のこういう企業になっていて、日本企業の影が薄いねっていうことで、もうこの4は飛ばして5を DX で作っていこうっていうのがこの今の日本の呼びかけスローガンのようになっていて、このソサエティ 5.0 と DX っていうのをしっかり知ってほしいなということでこの動画を撮っています。はい、だソサエティ 5.0 を実現していくためのキーワードが DX になってますよということで、このソサエティ 5.0 と DX は切り離して使えないというふうに考えて、我々の高専ではですね、この未来を夢見て DX を実現できるエンジニアを作っていきたいということで、この DX ですね、この ICT 教育をベースにしてこの4つのコースで勉強していただくというふうなカリキュラムを作っています。このソサエティ 5.0 を作って実現できるエンジニアというのを目指して作っていますので、よろしくお願いします。まあ、以上が、まあ、高専の教育機関という立場から見たソサエティ 5.0 と DX の説明です。中学生やその保護者の皆さん、ご理解いただけましたでしょうか。ご清聴ありがとうございました。